ちらが2日目の15番。いや、苦しいってね、この15番ホールだけですよ。右からのね、ちょっと風もあったんだと思うんですが、池にこれを2つ、第3打も、そうですね、はい、ドロップエリアから打ったんですけど、これも左に傾斜してますので、止まらず池に入ってしまいましたよね。はい、ということで、パー3の位置ですね。はいはい、かなり、まあ、難易度を極めているという、そうですね、最終日の15番です。はい、いつ もう難易度は1番になるホールなんですが、はい、手前から29、そして左から7となっています。今日のホール難易度1位と。さあ、三ヶ島は左を狙っていきました。ちょっと左行ってますね。ああ、これかなりオーバーしていきましたね。相当、はい、もう次のティーに行くところ登ってますからね。そうですね、少し今フォローの風を感じますね。あ、はい、風がということは目まぐるしくも変わっていくというようなことも言えますかね。基本的にはこの右からの風なんですけどね、はい、今アゲンストなんでちょっと大きなクラブを持ったんでしょうかね。はい、このピンフラッグとまた池の水面で少しこう動きが違うということも、うん、プロの話からは聞かれますが、はい、今は右からのフォローの風です。うん、そして自身初の最終日、最終組、ここまでスコアを4つ伸ばしている武田理央。7番アイアンです。乗せられたらやっぱり同じ面に乗せたいですね。うん、これは右です。あ、これも少しオーバーしてカラーで止まりました。止まりました。これはね、はい、止まったんですけどね、非常にこのパッティングの距離感が難しいです。グリーンが少しこういうふうな砲台になってるんですよね。ですから打ち上げのパッティングなんですが、はい、さあ山下です。山下さんがどこに打ってくるかですね。6番アイアンです。はい、まあ、もうこの2位との差がね、はい、5ストロークも今ありますからね、はい、こう無理せずに右サイドには乗せてくるでしょうけど、ドローボールですからね。はい、左の方行ってますね。お、はい、まあ、これはどんどん奥。いや、大丈夫です。うん、もう同じ面に来ました。はい、もう最高です。すごいですね。すごいですよね。はい。今日はあまりショットがつかないって言ってたんですけど、ここは素晴らしいショットしましたね。いい。三ヶ島のティーショット。伸び伸び打ってますね。はい。はい、しっかりフェアウェイを捉えました。から砲台グリーンを狙っていくという16番ですね。はい、今日は手前から24、そして右4という、まあ、砲台グリーンの右奥にカップがあります。ですからできたら左、はい、中心よりちょっと左サイドの方がセカンドは狙いやすいですね。うん、ただフェアウェイが全体にちょっと右から左に傾斜しておりますので、はい、武田のこのドライバーが非常に飛ぶんですが、はい、しっかりと距離も出ました。これフェアウェイ左サイドのところになります。そして入ります。単独トップの山下。非常にこのこう緩やかな上りになっている17番。右サイドに2つバンカー、左サイドに1つバンカーがあります。はい、まずは三ヶ島です。そうですね、はい、安定感のあるショットを放ちました。現在ポイントランキングは24位、賞金ランキングは32の三ヶ島です。
が続いて竹田理央、非常にドライバーが飛ぶ選手ですね。非常に飛距離が伸びてきます、はい、うん、240ぐらい行きましたかね。ただ手が離れました。これは左方向、バンカーを越えてきました。ラフです。バンカー越してきました、ね、うん、そうですね、はい、まあ、これだけでもかなり飛距離が出ていることが分かります。そうですよね、230で、はい、あの左バンカーですからね。そしてトーナメントリーダーの山下、はい、これはいいショットが出ました。これもほぼ真ん中を捉えています。残り2ホールとなりました。この最終、まずはティーショット三ヶ島から。左からの少しアゲンストになりますね、はい、初日から2日目に40人抜きの2位タイへと浮上して、この最終日最終組の三ヶ島から。これは左の方ですね。そうですね、はい、安全に左に来ました。ファーストカットで止まりました。三ヶ島現在単独の3位、武田とはわずか1ストローク差ですから、どちらがという2位3位争いもあります。さあ武田理央、武田さんロングヒッターですね、これは池の上を狙っていきますね、はい、やっぱりあの右の池越えですとキャリで210ぐらい必要なんですね、はい、10ぐらいですかね。非常に飛びますので、これはでも木の真上を行きましたね、うんうん、飛びました、はい、ここから第2打ということになります。そして自身3勝、今シーズン3勝目に向けまして最後のティーショット、山下美夢です。ちょっとやっぱり木の上ぐらいですかね、無理してないですね、はい、山下これはラフへと入っていきました。第2打ということになります。そして山下美夢、5月のワールドレディースサロンパスカップ、6月のサントリーレディース、今季すでに2勝を挙げています。この3勝目のパット、山下美夢ツアー通算4勝目、そして自身2度目の完全優勝、そして堂々たるトーナメントレコード更新での優勝です。そして山下のお母さんの姿も見えました。18アンダー、トーナメントレコードを3つ上回るスコアでの優勝ということになりました。いや本当に今週はね、山下さんの素晴らしいプレーを見せてもらいましたよ、はい、60ストロークって本当にね、なかなか出るスコアじゃないですからね、まあ、改めてこの3日間を通じて、このミエルテールハイランド女子オープン、樋口さんはどのようにご覧になりましたか。いや本当にあの今言ったようにね、山下さんも素晴らしいプレーで終わったと思います、今週はね、はい、はい、見事でした。まあ、山下自身も一つ記録を打ち立てて、はい、そしてギャラリーの皆さんにも本当に美しい夢を見せてくれたと、ね、いうことになりますね、はい、放送の解説は樋口久子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。山下美夢選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。